また赤羽駅には約2分遅れて到着をしております。列車の4番線は特急緑ハウステンボス13号佐世保ハウステンボス行きは13時31分4番線は九州新幹線さくら409号鹿児島中央行きは580、あ、魔王780。メルカリのチャリだ。メルチャリ。アリペイも使えるようになってる。ファミリーマートすげえな。Thank you.
いいでしょう。もうね、ピントの合い方とかをちょっと見てみて。これでいくらだった本体？1万9000円だから7万ぐらい、うん、だいぶ安くなった。今動画を撮ってるの、お待ちにあげます。美味しいやつ。で、これ真ん中に来ると合うのか。そう、真ん中が中心。もちろんそのピントのスピードは若干遅いんだけど、うん、フォーカスの速度が、それが問題って言われるんだけど、 YouTube からしたらそんなにスピード速かったら気持ち悪くなるんだよ。だから GH4 とか GH5 の方が好きで、そのレンズは3万ぐらいのレンズ。ああ。軽いでしょ。軽い。いられ。今日はラテン語のクラスです。おお。ラテン語できるんですか。できないです。え？これからまだ買って4日ぐらいです、ね。ああ、なるほどなるほど。何飲んでるんですか。多分これコーヒーです。ブレンドコーヒー、はい、ブレンドコーヒーホットのブランド。日本のスタバとベトナムのスタバって違う？俺はベトナムではスターバックスに行かないという誓いを立ててる。あ、そうなの。行ったことがないです。なんでそれは。いや、他のカフェの方が美味しくて安いから。あ、そっか、美味しくて楽しくて安いから。日本だとまあベターなのはここ。日本だとまあスタバしか行かないですよ。逆に？逆に個人商店みたいなのは行かないの？あ、個人喫茶。行くけど、なんかある程度目的があったり、ちゃんとお散歩してて見つけたりじゃないから、お借りできる。なるほど。じゃあ、 ベトナム戻って楽しんでください。ありがとうございます。お疲れ様です。それでは。这边可以吃拉面哦，那试试看。あ、すいません。片面でお願いします。
ソニック1です。やっべ、めっちゃうまそう。